アップルが iPhone に Google の生成 AI の基盤技術ジェミニを搭載することについて Google と協議していることが明らかになりましたブルームバーグ通信が18日報じたものでアップルはジェミニを次世代の基本ソフト iOS18 に搭載し音声アシスタント Siri などに組み込むことを想定しているということですアップルは生成 AI の基盤技術を独自で開発していると報じられてきましたが記事は 画像や文章の生成など、一部の ai 機能はジェミニで補う方針だと伝えています。また、アップルは google ググと並行してチャット gpt を手掛けるオープン ai とも話し合いの場を持ったということです。